もう始まった。これで。はい。スイッチを。はい。あ、怖いな。でも最初から開局した時からこのブースはあるんですか？うん、ないです。去年の夏からです。ああ、そうなんですね。はい、ああ、なるほど。ここのチェックが来てますね。あ、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 どこ、あ、あ、あ、入ってますかね。音入ってるのかな、わかるかな。これ確認とかですか？あ、で、あ、できてもできる。あ、でき、あ、そっか、マイクが入ってるからです。なるほど。結構触ってる音とかも入りますかね。あ、もう聞こえてる通りです。あ、やばい。あ、じゃあ置いた方がいいんですかね。ちょっとそれ高岡だけ変えられます。あ、変えられます。あ、この方がいいかもしれないですね。これ上に置いてて大丈夫ですかね。あ、あ、線を大丈夫です。あ、大丈夫です。あ、あ、スプリームさん、そう、スプリームシュプリームさんのこのリクエスト言うので、先週のやつ楽しみにしててください。なんか始まる感じがないですね、ここだと。この音頼りなんで。あと1分半ですね、はい、心配です。この音も聞こえちゃいますよね。ちょっとじゃあちゃんと気をつけないと。意外に入ってる。何秒ぐらいで来ますか？20秒ぐらいです。最後、ムービングの CM が終わったら。はい。長いですよ。うん。全然聞こえない。20秒前。はい。Hello everyone! 本日も始まりました Moving 沖縄引越センター Presents Moving Wave DJ のまこです。 How's going everyone? 皆様いかがお過ごしでしょうか。 FM 沖縄キーステーションにて金曜日の4時半から5時まで、 FM 小座では月曜日の10時半から11時まで、 FM 那覇にて火曜日の4時から4時半の時間にて3曲ネットでお聞きいただけます。この番組ではですね、素敵な洋楽をリスナーの皆様とシェアしていく音楽番組です。番組後半の Share a Moving Music のコーナーでは、リスナーの皆様の思い出の洋楽とその楽曲にまつわるエピソードも募集していますので、リクエストをお待ちしております。番組の感想やメッセージも同時にお待ちしております。メールアドレスは 797@fmginowan.com です。797@fmginowan.com です。また、FM ギノワンでは、Ustream ツイキャスで映像と音声をネット配信しています。FM ギノワンのホームページからお楽しみください。
ツイッターも同時に連動しております。たくさんのツイートお待ちしております。スマホでお聞きのリスナーの皆様は無料アプリリスンラジオで聞くことができます。全国のラジオ放送から FM 議論をクリックしていただくとお聞きいただくことができますので、よろしくお願いいたします。はい、今回は第8回目の放送です。今日はですね、なんと沖縄県宜野湾市のトロピカルビーチにて放送しております。この番組名もですね、ムービングウェーブという名前なので、すごくビーチが合うかなと思うんですが、今日はせっかくビーチサイドからの放送なので、ビーチに合う曲もおかけしていきたいなと思っております。今日もですね、今目の前でたくさんの方がビーチに入ったり、あのバーベキューを楽しんでるのが今見えるんですが、私も一緒に泳ぎたいですね。あ、でも今日はですね、ちょっと水着を持ってくるの忘れちゃったので次回に泳ぎたいと思います。私思うんですけど、うちなんですとか沖縄の方はですね、あまり多く海に入らない方の方が多いんじゃないかなと思うんですが、海は見るもの、それからバーベキューをする場所っていう感覚があると思うんですが、うちなんちにとってはですね、ただ私そう思うんですけどね、私も今考えたら水着持ってないので、多分8月ももう終わりに差し掛かって、この番組もですね、あの最後の放送です夏休みも終わりに近づいてですね、多分もう学校始まってるよという方々も、休み関係なくお仕事に励んでいるリスナーの皆様もいらっしゃると思いますので、皆様は残りの夏も体調に気をつけて頑張っていきましょう。さあ、今回ですね、最初のナンバーのお話をしたいんですが、この番組のオープニングの曲があるんですが、カングスの This Girl という曲を使用しているんですが、今も流れてるんですが、で私の今年の一番聴いた曲で、とても大好きでですね、でまたこの番組のテイストにも合うかなと思いましてチョイスしたんですが、でこの This Girl を歌っていますカングスさんの今月出た新曲を今日は最初におかけしようかなと思っております。今年のですね、6月まで私はちょっと大学生をしていたんですが、卒業論文のクラスの前にひたすらこの This Girl をですね、クラスメイトと聞いていました。そのクラスのですね、プロフェッサーの先生がですね、方が人類学の専門の方でしてね、この授業の5分間ですね、授業の間の5分間にメディテーションといってちょっと瞑想をする時間があって、でいつもクラスメートとこの曲を授業の前に聴いていたので、瞑想中にこの曲がループしてあまり瞑想に集中できなかったことを思い出します。この This Girl もですね、私の思い出のムービングミュージックです。で歌手のですね、クングスさんなんですが、彼はですね、1996年生まれの、今は20歳かな、21歳ぐらいなんで、とってもヤングなんですけど、フランス出身の DJ なんですね。なんと曲を制作し始めたのが17歳の時 で、最初はいろんなリミックスの曲を作っていたそうなんですが、去年発売したこの Cookings on Three Banners と共同制作したこの This Girl が全世界で大ヒットしまして、彼も一躍有名になったんですが、本当に今フレッシュな、今からもっと伸びて活躍しそうなアーティストさんだなと思います。でルックスもですね、すごい甘い感じのフレンチガイって感じで素敵なんですね。その彼が今月にこの新曲 More Mess という曲を発表したんですが、とても夏な感じで、彼の曲はですね、だからビートがすごく良くて、あまりなんか彼の曲は基本的にあまり歌詞はあまりないんですが、でもリズムとかビートが頭から離れないという現象が起こるという感じの曲が多くて、この新曲もですね、思わず乗ってしまう感じでとてもいいので、ぜひ聴いてください。それでは聴いてください、カングスで More Mess featuring Olly Murs and Coley。 あ、ユキさん教えてもらいたいんですが、 FM 技能にリクエストする場合は音源は iTunes ですよね、はい、iTunes ですよね、はい、iTunes です Supreme さん iTunes です。あ、今音入れてない、ちょっと待ってください。あ、入れてないですね。はい、入ってます。あ、スプリムさん、これですね、この FM 技能案が使用している音源が iTunes だそうですのでよろしくお願いします。あ、 Apple Music とかだった、うん、しゃべりました。5分間、彼まだ二十歳なんですって、この歌ってる人が。そうだ、若い。若と思って。
ありがとうございます、シュプリームさん。アイチューンズフォロワー、わざわざそこまで気を使ってくださってる、アイチューンズであることを確認してリクエスト、恐れ入ります。洋楽大体ありますよね、基本的に。アイチューンズはコイン、コイン来た。これ、この何ですかね、このコインとか、押すといいことがあるんですか？コインは、はい、コインがないと30本で切れちゃうんですけど、コインがあると継続されるんですよ。でもこの番組30分なんで、特にコインはいらないです。なるほど、なるほど。ありがとう。そういうシステムなんですね。全然感覚わかんないですね。じゃあ今流れてるんですよね。はいはい、海の人に呼びかけてもいいの。あ、なるほど。外店にいます。あ、なるほど。あ、聞こえてる？あ、スピーカーがある場所だったら聞く。あ、そういうことなんですね。はい、お聴きいただきましたのは、カンズでモーメス featuring オーリー・マース&コーリーでした。いいですね。このトロピカルビーチサイドにもぴったりの曲だと思います。この曲もまた UK とか US チャートにもどんどん入ってくるんじゃないかなと思いますね。このシングルを引っ提げてアルバムも発売してほしいですね。で、今年のサマーソニックでもパフォーマンスを行ったそうなので、近々日本でも単独ライブをしてほしいなっていうファンの声が聞こえてくるんじゃないでしょうか。お知らせを挟んでコーナーです。 Stay tuned。 あ、ここでしたさ。大変なのね。はい、チームからかけます。この時間は Share a Moving Music のコーナーです。このコーナーではですね、リスナーの皆様の思い出の洋楽とその楽曲にまつわるエピソードを募集しております。今ですね、シュプリームさんから、まこさん、ゆきさん、こんにちは。まこさんは明るい雰囲気のトロピカルスタジオが似合いますねと来ています。ありがとうございます。そうですね、私もビーチ大好きなので、今ビーチから放送できていることがとても楽しいですね。で、今日はですね、先週のこの番組の最後にですね、シュプリームさんからメッセージをいただいて、で、私の夜景ドライブデートコースと曲を教えてくださいとリクエストがありましたので、それにお答えしようかなと思っております。先週ですね、そのメッセージの中でシュプリームさんの奥様が浴衣コンテストに出場なさると言ってたんですけど、どうだったんですかね。浴衣コンテストとかってザ・夏のイベントって感じでいいなと思ったんですが、浴衣が似合うなんか女性になりたいですね。私水着もないんですけど浴衣もないので、なんかいろいろ夏のイベントをなんか取りこぼしてる感じがしてきました。来年の夏はいろいろ挑戦したいかなと思います。
さて、シュプリームさんのリクエストをお伝えしたいんですが、私あまりドライブデートに行ったことがなくて、夜景ドライブデートコースという宿題をですね、先週の放送に放送後シュプリームさんがいただいて、ちょっとずっと考えてたんですけど、2度ありましたね。私今年の6月までですね、東京に住んでいたんですが、その時にですね、ある男の子とデートすることになりまして、たまたまその時に彼とドライブ、夜にですね、ドライブすることになって、本当にすごい王道なんですけど、品川の方から東京の首都高に乗ってレインボーブリッジを通りながらお台場の公園に行きましたね。でですね、お台場の、あの球体がある建物の反対側に小さな島があるんですが、意外にそこは穴場で誰もいなくてですね、でその島がですね、島からその夜景が見えるんですよ、お台場に。すごいそれが綺麗でですね、あの球体 の、 あのビルディングも見えますし、 それから東京タワーも見えるんですよ、その駐車場からですね。すごいそこ良かったですね。とてもなんかロマンチックないい感じでした。でその彼とですね、また違う日に浦安の幕張公園に行ったんですが、で夜の幕張公園の海から見える夜景がとっても綺麗で、その公園からですね、ディズニーシーとかが見えるんですよ。でディズニーシーってすごくいつもキラキラしてるじゃないですか。で夜とっても映えるんですよ。とてもロマンチックでしたね。これが多分私の数少ない夜景ドライブデートコースなんですけど、シュプリームさんは答えになったでしょうか。でも私思うんですけど、綺麗な夜景を一緒に見えたらすぐに恋に落ちちゃうんじゃないかなと思うんですけど、なのでもし今好きな人がいて落としたいなという子がいたら、絶対夜のドライブは連れ行くべきだと私は思いますね。でも沖縄で私ドライブデート行ったことないので、今年は行けるといいんですが、ちょっと無理だと思うんですけど期待したいです。頑張ります。今日ですね、今回この時間におかけしたい曲はですね、その時に聴いていた曲でもあるんですが、夜のドライブデートにも合う感じの曲で、とてもいいので、それを聴いてください。それでは聴いてください。 Robin Schulz and David Gellers and the Cheat Codes and the Shell Fight。これは入ってないんですよね。ちょっと怖くなっちゃうんですよね。なんかね、ちょっとふわふわしますね。さっきに聞こえないから。そうそう、わかんないんですよね。これはあと2分ですよね。2時46分。3分が終わる。2分間。これなんて読みます？有感症です。読めないな。関東省ですね。了解です。関東省、漢字が読めないというのがちょっと露呈しちゃった。まあ自分旅服？そうなんだ。あっちにスピーカーがあるんですか？あ、いろんなとこにある。あ、そうなんですね。この辺だと、はいはいはい、この辺りだったと思うんですけど、なるほど、なるほど。結構時間余りますかね、考えたら。あと10分。10分ですよね。そう、私が話せる時間は何分までですか？54分まで。あ、いや、56分までですけど、はい、逆聞いたら10分、はい、あ、なるほど、あと10分ぐらいですね。いや、感覚がわからないですね。なるほど。
関東省ですよね。はいはい、関東省、関東省。関東省です。いろんな省がありまして。お聞きいただきましたのはロビン・シュープ&デイビッド・ゲッターズ&チーズ・コーセー・シェル・アライクでした。この曲ですね、歌詞的には振られちゃう感じの曲なんですが、リズムがとても最高なので、この曲もですね、いい感じだなというものですが、やっぱ音楽ってやっぱいいなと思うのは、曲を聴いただけでこの時のことを思い出すことができたりする時、気持ちとかが思い出させてくれるところが、やっぱ音楽っていいなと思うんですけど、あ、今シュプリームさんから今ツイッター来てますね。浴衣コンテストは関東省でした。関東省でした、失礼。漢字が読めないですね。自分は何ももらえないかと思ってましたので、ほっとしました。優勝者は旅服という TV 番組に出れるらしく、嫁は悔しがってました。そうなんですね。でも賞をもらえたならよかったなと思うんですけど、そういうのがあるんですね。どうなんだろう、そういうなんか足りるという浴衣で出るんですかね。夏っぽいですね。いいですね。私もじゃあ来年出たいから浴衣まず買わないといけないかなと思うんですけど、はいですね、さてですね、今日はトロピカルビーチからお届けしているんですが、やっぱりこのいいですね、皆さん今本当に水着を着ながらビーチの泳いでる感じを見ながらですね、夏が終わるかなという感じがするんですが、やっぱ沖縄の人って意外にビーチで泳ぐ人がいないと思うので、皆様観光の方なのかな、もちろん地元の方もいると思うんですが、いいですね。多分今日はですね、7時までビーチで泳げるそうなので、やっぱいいですね。沖縄は夜まで泳げるのでいいなと思うんですが、このビーチにですね、反対側に広場があるんですが、そこでこの番組のスポンサーでありますムービング沖縄引越センターのテレビ CM を撮影したんですよ。で、弊社の CM ではですね、モトクロスバイクでジャンプしている CM なんですが、沖縄の方はご存知の方いらっしゃいますかね。後輪だけでジャンプする技をですね、ムービングっていうんですが、それとですね、弊社の名前にムービング沖縄引越センターをかけまして、このトロピカルビーチでですね、なんかその CM を撮影したらしいんですが、それを考えますと、このトロピカルビーチともこのムービング沖縄引越センター、すごい縁があるんじゃないかなと思いまして、またこの番組もこちらトロピカルビーチから放送できたので、ちょっとご縁があるかなと思いましたですね。急なお引越しやですね、ピアノの販売や移動も随時行っておりますので、ぜひぜひムービング沖縄引越センターもよろしくお願いいたします。あ、いいですね。ビーチにはたくさんの人が夏を楽しんでる感じのウェーブも感じながら、私も楽しく今日の放送できてますね。ですね、今年は私海に泳いでないので、残りあと1週間ぐらいで8月が終わっちゃうので、泳げないといけないなって改めて思いましたね。はあ、皆様今年の夏はいかがだったでしょうか。来週からもう9月に入りまして、この番組もですね、2ヶ月を過ぎまして、まるまる18回目ということで、皆様のおかげで続けられております。来月の9月からもまたまた来週毎週1回やっていきますので、皆様よろしくお願いいたします。本日ですね、最後の曲をおかけしたいと思います。最後の曲もですね、キッドロックさんの曲を流したいと思うんですが、オールサマーロングという曲なんですが、ザ・夏の曲ということで、意外にロックをこの番組であまりかけたことがなかったので、いいかなと思いまして、ちょっとなんかかけていこうかなと思うんですが、それでは聴いてください。キッドロックでオールサマーロング。ありますね、意外に長いですね。4分39ってことは1分ぐらい残りますかな。はいはい、そうですよね、了解です。
入り口費当たりますね。そうそうそう。そうなんです。一本も余らないかな。そうですか。40秒ぐらいですね。了解しました。そっかそっか。そうですよね。56分までなんですよね。はい。で55分55秒までに入れないと、あと消えていきます。はい、了解しました。意外にこの曲が長かったですね。いいですね、田辺さん意外なんかめっちゃ神々しくなってますいい感じ。話しますね、ギリギリまで。30秒ぐらいで。ぐらいしか余らないです。了解しました。すぐ喋ります。そうです。行きましょうか。お聞きいただきましたのは、ケットロックで All Summer Long でした。夏が続いてほしいんですけども、そろそろもう終わりますね。皆様、夏もあと乗り切っていきましょう。本日はですね、トロピカルビーチから放送ということで、とてもいい感じにできたんですが、もう来週からもまたよろしくお願いいたします。Everyone, have a great day and then see you next week. Bye. マコでした。お、いいかね。もうやばいですね。絶対時間感覚が。あ、シュプリームさんありがとうございます。すごい。30分早いです。ここにいる方が早いですね。ありがとうございます。わざわざおかしい。あ、結構流れ続けてですね。で、もう今 CM 入ってます。これだけですね。もう CM 入ってます。なるほど。あ、じゃあ終わります。